どうも、おーちゃんです。今日は仕事でした。いやー疲れました。疲れましたよ。まあでもね、いいんですよ。仕事してた方が生活できますから。私ね、株の才能全くないんでね、仕事辞めてたらね、今頃どうなってるんでしょうね。株の才能っていうかね、才能自体がないかもしれない。何かの才能があるない、そう言ったらね、ないっすね。なんもないっすよ。今までちっちゃい時から大きくなって社会人になって、なんかね、人よりできるもんねえかなって思ったらね、ないっす。今ちょっとね、カーリング娘みたいに言っちゃいましたけどね、ないっすよ。何にもないっすよ。もともとないんだから、ないやつが株やったって金なくしますよ。そういうわけでね、憂鬱な週末を迎えましたよ。まあいつだって憂鬱なんですけどね。週末っていうか休みだろうがなんだろうが、いつだって憂鬱ですよ。すべてはね、半導体とオペックのせいですかね。オペックって言うんですか、オペックですか、どっちもやるんだもん。オペックの野郎がよ、俺の金取ってきやがったんだよ、オペックの野郎。すいません、取り乱しました。あとはよ、オーストラリアの野郎だよ、ちゃんと報告しろよ。小麦ありました言えよ。まったく、ああ買っちゃって爆損じゃねえか。すいません、取り乱しました。ちょっと嫌なことを思い出してしまいました。オペックと小麦でもね、可愛いもんですよ。たかだか5万7000円ですよ。可愛いっすよ。可愛い損失っすよ。半導体のやつね、200万っすよ。一つの銘柄に集中投資しちゃってね、素人そういうことをやっちゃダメっすね。素人トレーダーはね、一つの株にね、信用取引でね、全力でやっちゃダメっすよ。私が身をもってそれを証明しました。絶対に分散投資しましょう。世の中何が起こるか分かりません。私ね、原油と小麦もね、全力で買いましたよ。それしかできないんですよ。あると欲が出ちゃって全部買っちゃうんですよ。あれだけ金全部使っちゃって、全部使っちゃってね、使いますよ。じゃあね、今までどうやってね、お金300万とか400万とか貯めたんだってね。それはね、別の口座に子供のために思って一生懸命貯めたんすよ。子供のためっすよ。子供のためだったらお金貯められるんですよ。全部使っちゃいました。パーっすよ。子供の将来のお金、将来ね、私立の高校行くかもしれない、大学行くかもしれない、そのためにお金うーんと貯めようってね、無駄遣いしないで貯めてたんですけどね、全部使っちゃいました。ああ、というわけで子供の将来のお金全部溶かしました。300万溶かしました。まだね、溶けてないっすよ。含み損なんで。溶けたのは31万ですね。あ、プラス10万、11万か。デイトレードで全敗して5万円負けたんで、5万で原油と小麦も負けて、まあ合計合わせて11万、41万負けました。私の給料よりね、多いっすよ。負けた金の方がね、でかいっすよ。給料25万なんで2ヶ月分くらいいっちゃいますね。まあそういうわけで、素人はね、こういう取引しちゃダメっすよ。私の動画見てください。ジャンピングキャッチって言ってますよ。その時ね、安いと思ってますからね。まだまだ上がる。はい、最高ね、更新しないから安いわ。そう思って買ってますから。ジャンピングキャッチした気にね、なってないんですよ。ダメっすね。安いなと思ってね、そこで買ってると思ってるからね。あんな高いのに、そこで買ってると思ってますよ。まあそういうわけで、素人は、一つの銘柄に信用取引で、1000万円買っちゃダメです。絶対ダメです。理由としては何が起こるかわからない。あれぶっちゃけ勝ってましたんだよ。それ買った時30万くらい勝ってましたんだよ。2回ちょっと噛んじゃいました。ちょっとすいません。その時ね、売っとけばね、儲けてたんですけどね、多分負けてよかったんかもしれないっすね。それでなんか買っちゃったらまたやってますよ。何回も何回もやっちゃいますよ。まあ何回もやってますけどね、もう、現に、最初から、一回ね、これ買っちゃったんでね、何回も現にやっちゃってるんですけどね、やっちゃって、ね、なんかニュースで見たんですよ。素人トレーダーが、負けるパターンっていうの、気がでかくなっちゃって、自分の財産よりでかいのかけちゃうっていう人見たんですよ、ちょうど。何やってたこの人と思ってね、その時は。俺こんなことしねえし、なんだい、欲深いかそうなんだよって、その時思っててね。今ね、俺のことじゃんって、思ってますよ。あ、俺育ってんじゃんって。昔ね、幸せの青い鳥っていうね、2チャンネルのやつ見たんですよ。
なんか俺ああいう大人になりたくねえなって言ってるんですね。でもその主人公になっちゃうみたいなね。俺もそうっすよ。こういう爆走するトレーダーには絶対にならないって始めるとき思ってたんですけどね、なっちゃいました。しかも結構なあれじゃないですか、300万損してる人って、まあ、いるはいますけどね、なんかそんないないっすよね、まあ、いるはいますよ。俺もんちゃんとかすげえ損してると思ってましたけどね、お近いっすもん。もうむしろ超えますよ。500、もんちゃん600万、まあ、今年は57万ですけどね、今年俺超えますから、今年曲がりっすよ。今年もんちゃん50何万負けてるって言ってましたけどね、俺も今41万負けてんで、確実に勝ちますよ。負けで勝ってロスだっつね、負けで勝ってもしょうがねえっつね、勝ちで勝てっつの。それでね、株の負けは株で取り戻そうってね思ってね、やって負けるんすよ。あのいろんなトレーダーいますよね、あの株 YouTuber 見てますよね、あの一回も勝ってないの俺だけっすよ。あの私ね、これ YouTuber 始めて2ヶ月くらい経つんですけどね、一回も勝ってませんよ。なんで私だけっすよ。デイトレードね、全敗ですよ。あの一回の取引でね、一回も勝ってないんですよ。全部損切り。そんな人いないっすよ。やばいっすよ。俺今度原油負けましたよ。100% っすよ。勝率 0%。まあ、やらない方がいいってことっすよ。こういう人はね、持ってないんですよ。まあ持ってるとしたら、その損する才能は持ってますよ。自分のこと天才だと思いますよ。全部負けてんだから。天才っすよ。損する天才。まあ、すいません、ちょっと荒れちゃって申し訳ないです。ちょっとお見苦しい動画になってしまって大変申し訳ございません。というわけでね、ちょっともう荒れてますんで、ちょっとこの辺で終わりにしたいと思います。すいません、荒れちゃって、まあ、普段ちょっと私荒れないですけどね、でも人に怒ったりとかあんまりしないですけど、自分に怒ってますから、人には怒んないですよ。怒れないですよ、怖いから。あの反撃食らったら怖いんで、何おめえ言ってんのって言われちゃうとすいませんってなっちゃうんでね、人には怒れないですけど、自分に怒ってますから、自分の情けない行動に怒ってますよ。誰のせいでもないですよ、自分のせいなんで。というわけで皆さん、お見苦しい動画、ご視聴ありがとうございました。良い週末を。